馬毛作の力侮れぬ。ここは一旦引く。決闘の前に武田騎馬隊は無と化した。長篠城を救うため飛ガス山砦を奪え。南に兵が集中し、織田本陣周辺が窮屈。馬防策があるとはいえ心配ですね。武田騎馬隊は不滅。馬防策を突破し信長を討て。徳川軍は長篠城にかかりきり、織田本陣は手薄ぞ。大義、そのまま長篠城へ向かうのだ。かかったのか勝頼。しまった、まだ鉄砲隊を隠していたか。信長様はわざと本陣を手薄にした。武田の残存兵力を誘い殲滅するため。臆するな、山形正景と赤備え、これにあり。再び策を蹴倒し信長の首をかっ切れ。開門。よい、信長は我が輩の鉄砲の悪事も見抜いておった。その上でまだ我が輩を許すというのか。親方様、信長の首には今一歩及ばず。勝頼様、どうかご無事で。物の不動よ、生き古き時代とともに。赤備えまでも粉砕。信長め、なんと悪運の強い。馬防策と鉄砲の力がこれほどとは。もはや我らに勝つ手立ては。勝頼様、最後まで諦めてはなりません。私が敵婦人の穴をついてみせます。織田ではなく徳川を狙ってくるとは。かっこ撃破し戦況を変えるつもりか。抗うか、無価値。さて、長篠城をさっさと落としちまいましょう。織田本陣へ突撃する。血の数だけ一
今こそ撃たん。務めを果たした。さらに励め。敵将を討ち取ったり。長篠城の守備結構固いね。なら城主の奥平さんを討ち勝たせてもらいます。奥平さん、兵糧はいただきますよ。開門。みすみす兵糧を渡してなるものか。わし自ら侵入者を撃ってくれるわ。敵軍師の企み粉砕されて何より。西畑は上にあり。やってあげる。かわいそうな人、これで救われたよ。おう、取り締まれ。危ないところであった。そなた侮れぬな。信長を討たば戦はひっくり返る。武田の意地見せようぞ。雑魚殿が引っ込んでおれ。忠義面無質が走る。敵を撃つのみよ。もはや武田も頼りにならん。信長の運命はやはり我が輩しか奪えぬ。武田はまだ終わりではない。馬場さん、内藤さん、攻めましょう。開門。武田はまだ兵力を残していたから、追ってはおけぬ。ここは譲れない。いざ参る。敵将を討ち取ったり。即なし参る。立たずには消えてもらおう。もはや我が将兵に戦意なしか。だがこの勝頼は最後まで戦おう。ようやった。戦もはかどるわ。
そうな人、これで救われたよ。さあ、かかってこい。かわいそうな人、これで救われたよ。皆大義、これで武田も終わりっつお。新しき世がすぐそこに。これからも信長様のために励みましょう。結局全て信長の思惑通りか。つまらん、実につまらん。